出前一丁は日清食品が1968年に販売を開始したインスタントラーメンの銘柄で、親会社日清食品ホールディングスの登録商標。オーソドックスな醤油味のスープに香りの良いごまラー油をつけて販売を始めたのが特徴。オリジナルの日本のほか、香港や上海、台湾などでも著名なブランドとなっている。日本国内と日本国外とでは生産している味のタイプが異なり、現在は日本国外の方が多くの種類を揃えている。日本では醤油味とごま豚骨味の袋麺と、丼型のカップ麺及び出前家族の煮込み麺の3タイプとなっている。また、袋麺と同じ醤油味のチルド麺が近畿、中国、四国限定で日清食品チルドから発売されている。1995年からしばらく東日本ではごまラー油をネギ香味油に変えてリニューアルしたことがあるが、現在は再びごまラー油に統一されている。また1970年代の一時期には味噌味の味噌味一丁が発売されていた。この時の CM キャラクターは青井輝彦。1973年には一社提供番組ヤング王の当時のレギュラーザ・パンダを CM に起用。CM でのセリフ、それは日本の常識です。は流行語となった。1976年。頑張れ。ロボコンが CM キャラクターとして出演していた時期があった。1991年にはカップ麺形式による出前一丁丼が発売された。CM では即席タイプ同様、島倉千代子が出演した。2011年6月20日に出前一丁の味を油そば風にアレンジしたカップ麺から出前一丁混ぜそばが期間限定で発売された。同製品は出前一丁シリーズで初めて太麺製法を導入した。2014年には出前一丁で初の焼きそばタイプである小出前一丁が期間限定で発売を開始した。2015年には日清のご飯シリーズの一つとして出前一丁、出前坊やのまかないチャーハンが発売。また、同年7月6日発売の商品からごまラー油にごま約1000粒分のセサミンが入り、これまでの出前一丁にはなかった入りごまが追加された。なお、2017年5月15日発売の出前一丁担々麺には、1食あたりごま約2000粒分のセサミンが入っている。また、丼には具材にワンタンが新たに加わった。おかもちを持つ少年、出前坊やのイラストをパッケージに使用している。2004年まではおかもちを左手で持っていたが、現在は右手に持ち替えている。出前坊やは、香港では、広東語で、きよしごと呼ばれている。1993年から、出前坊やとその家族が登場する、アニメ CM が放送され、シリーズ化された。初期のアニメ CM は、出前坊やが劇画調に変身するシーンがあった。出前坊やの声優は、女性が務めたが、劇画調に変身する際の声は古谷徹が担当した。また、アニメ CM シリーズには谷村新司や和田努が登場するバージョンも制作され、声もそれぞれ本人が担当した。出前ファミリーのアニメ CM シリーズは2009年、現在も香港で新作が放映されている。また、2008年には香港で出前坊やの着ぐるみが登場した実写 CM が放映された。2014年には日本で約20年ぶりの新作アニメ CM が放映された。新作 CM の内容は出前坊やがイケメン男子に変身するというものであった。2015年7月の商品リニューアルでは実写による出前坊やの新作 CM が放映された。出前坊や役は早見もこみちが演じている。2019年ゴリラ一丁スタミナガーリックニラそば野郎の発売を機に出前ファミリーのアニメ CM が復活。スタミナガーリックニラそば野郎を食べた出前坊やがゴリラに変貌し巨大化して大暴れするという内容で漫画家の漫画太郎も制作に参加しているほか、ひよこちゃんやともしげも一瞬であるが出演している。括弧内は香港での呼び名。出前屋各人の設定は、石川浩二、イラスト図鑑インスタントラーメン同文書院、ISBN4 から8103724221の P92 から93より引用。あーらよ、出前一丁のフレーズで知られる CM ソングは、浪速のモーツァルトと言われる、木田太郎が作曲。また、大竹栄一も1980年代前半に担当。このオリジナル CM ソングのエンディングの部分は、木田作品のカバーである。島倉千代子出演時は、島倉が歌う別の CM ソングがあった。別バージョンとして、広島県など中国地方では、1990年代前半に地元プロ野球チーム、広島東洋カープの選手が出演する CM が放送されたことがある。2015年の CM では、速水もこみちがキャラクターの出前坊やに扮して実写化された。香港では1969年に日本から輸入する形で販売が開始された。そのためパッケージは同じで袋に書かれている商品名出前一丁を広東語でちょっちんやってんもしくは中国語でちゅうちえんいーでんと読んだ。漢字を使うが通常は数詞、助数詞、名詞の順序となる。中国語とは異なり、名詞、数詞、助数詞の順のため、全く意味不明の語となっている。しかしそのまま定着し、現在も同じ商品名で現地生産されている。なお、強いて中国語で理解しようとすると、出る前に一切れ調理となる。従来から海鮮味や牛肉味など、日本の出前一丁よりも多くの味のバラエティを揃えていた。現地生産化に伴い、最近は、ノンフライ麺の出前一丁中華生麺や、インスタントスープマカロニの出前一丁通り新だからといった、少しシリーズの幅を広げた製品での展開が行われ、ラインナップは頻繁に入れ替わっている。スープマカロニにも、ごまラー油がついているところが出前一丁らしい。2006年現在香港では、袋麺だけで25種類が販売されており、読売新聞の報道によれば、香港の即席麺市場の約5割を占めているという。香港の茶山町と呼ばれる喫茶レストランでは、具入りのインスタントラーメンも食べられ、オプションで出前一丁を指定することができる場合が多い。その場合は割増料金がかかる。また、出前一丁の麺部分と他のスープやソース、食材を組み合わせたメニューも非常に多く、出前一丁という単独カテゴリーになっていることもある。こうしたケースでは、料理名に出前一丁を示す、丁の字が入り、他の麺は選べない。上質なブランドとして、少し高く売られていることを反映した現象である。香港でのテレビ CM は、前日の出前ファミリーのアニメ CM が放送されている。ありがとうございます。